Hey guys, it's Ezzy. So today I'm actually going to dye my hair. Yesterday I bleached my hair a little bit, so it got a little lighter or no, it's almost the same. I don't know. My hair was looking like that, but yeah, there are some parts lighter than before, but it looks more like orangey or like yellowy now, so I don't really like that. Now I want to change it to the more like a bluish, you know, grayish color, so I'm gonna do it. I just thought, like, why not just vlogging it? So I'm gonna show you when I'm doing it, so let's get started. 今日はこのロレアルカラーリスタ、これを使ってちょっと髪をこれにあるようにブロンドまで染めてみたいなと思ってます。超ランダム。でもね、今からこれを使ってやってみるのでどうなることやら。 So today I'm thinking about dyeing my hair using this L'Oreal Colorista bleach decolorant. I'm hoping my hair is gonna be looking like this whitey, really really light blonde. I really want this color cause right now it'snot like terrible, but I'm not really loving it just because it looks orangey. Well, right now with this camera, it looks more orangey than it actually is. But anyway, yeah, so let's get into it. First, gonna apply this Vaseline cream. It's finishing, so we cut it off and we still use it like that. I'm just gonna apply this on my hairline or, you know, around my ears to just protectMy skin from the bleach. はじめにこのバセリンのクリームをちょっとこうブリーチがついても大丈夫なように生え際と耳ら辺にざっと塗ります。というわけで早速やってみましょう。ちゃんと染まんのかな。中に入ってるものはこの手袋とブリーチ用のデベロッパークリーム、デベロッパー、ほら1って書いてある。その次にこれがブリーチングパウダーに、なのでこの1と2を合わせてまずブリーチをするんだよね、きっと。でその後3番ライトニングクリーム、そんで最後は4番コンディショナー。コンディショナーなんだろうね、これ。コンディショナーまで入ってるな、すごい。しかもこの番号書いてあるからすごい分かりやすい。しかもボトルにもう入ってるし、すでに初めに根元から 2cm 以下を塗って、そんで30分置いた後に根元を塗ってくださいって書いてあるね。なるほど、皮膚を守るためにね。初めにこのさっきの1番と2番をミックスしていくんだけど、パウダーブリーチを開けてこのボトルの中に入れて、でよくこうシャカシャカ振るみたいです。混ざってんのかな、これ出たら最悪だよね、これ怖っ。次もうこれに付け替えて塗っていく。私手が不器用すぎて本当とりあえず半分に分けて、こんな感じで。ちょっと分かりづらいけど今髪をブロッキングし終わったので早速これを塗っていきたいと思います。なんか溢れてるし。匂いは無臭です。全然匂いがしない。こんなんでいいんでしょうか。やりにくかったのでこのトレーに全部出しちゃいました。じゃーん、生クリームみたい。これを使ってもう直接こう塗っていこうと思います。ちょっと今染めてたんですけども、まだ半分も染めてないのにこのブリーチがもうなくなっちゃったので、この感じでもうないから、もう別の買ってたブリーチを今作って、こっちで残りの髪を染めていきます。よかった買ってて。というわけで残りも染めていきます。こんにちは、アズです。40分後ぐらいかな、最後にビデオ撮ってからやっと全体に塗り終わって、今ちょっと時間を置いてます。ブリーチが足りなくって、別に買ってた粉のブリーチも使ったんですけど、多分それでも足りなくって、多分ここら辺とかは染まんないかな。まあ、もう一回やればいいかって感じで、とりあえずちょっと時間を置いて流してからまた戻っていきたいと思います。 Hi guys, Az です。 Day 2 昨日あれから髪を乾かしてしたら、なんとこの一番大事ななんかライトニングクリーム、多分色をちゃんと白に近づけるクリーム、これを
ミックスした時にそこに入れるのを忘れてて、後で発見して、これいつ使うんだろうと思って、そしたら、あれ混ぜてなきゃいけなかったじゃんって、後で気がついて、だからこれだけ残ってる状態になってて、しかもこの感じ、見て、もう最悪、この色、やだん、オレンジな感じ。トーンは明るくなってんのかな、よくわかんない。多分、オレンジになってるってことは、若干ブリーチはできたんだと思うけど、これだけしかなかったら染められないから、なんと、じゃあ、また別の染めるやつ、これもロレアルなんだけど、ロレアル、ニュールックフェリアっていうやつのアブソルートプラティナム。レベル7まで明るくできるみたい。こんな感じ。昨日使ってたやつはこっち、カラリスタ。こっちの方が新しい多分商品なんだけど。で、昨日分かったのが、この箱一箱分の液が全体的にすごい私には少なくって足りなくって。私すごい髪量が多いから、多分これロング用だったにもかかわらず、これも多分すごい全然足りなかったので、今日はこの中にもほぼ昨日買ったやつと同じような材料が入ってるので、同じロレアルだし。だから、この昨日買ったやつ、この余ってるやつと、その後買ったこれ。これどっちも、ライトニングクリーム。どっちもね。これと、あともう、これに入ってたやつ、このブリーチ剤とか全部混ぜて、それでさらにこのデベロッパーを足して、こう、何?量増しして。で、それをつけてやってみようかなと思います。怖いよー。でもこの色マジやだ。日本だったら絶対さ、ちょっと恥ずかしくて歩けないよね。こっちだったらまだいいけど。やばい。ライオンみたいになってる。というわけで早速液を混ぜていきます。全部入れたらこんな感じです。じゃーん、なんか蜂蜜とヨーグルトみたい。今から混ぜていきます。ちょっとこの 30% のデベロッパーも追加します。今混ぜ終わりました。こんな感じです。なんか美味しそう。匂いは結構強め。なんか多分アンモニアがブリーチに入ってるから、バセリンも塗って、首ら辺とこの生え際、タオルもつけたので今から塗っていきたいと思います。今日はこの根元の部分、染まってない部分から先に塗っていきます。前回髪染めてからちょうど1週間ぐらい経ったんですけど、こんな感じです。ブリーチしてすぐの時よりちょっと色が薄くなって、根元とこのここら辺、の色は結構こう馴染んできた感じがします。ここら辺、このバージンヘアのとこ、何もしてない黒いところがもうほぼ真っ白ぐらい、ここら辺ね、真っ白ぐらいにブリーチされて、他のこの元から染めてたところはこんな感じでちょっとピンクっぽい感じ。今このライトで結構オレンジっぽく見えるけど、実際に見たら結構ピンクって感じで、バージンヘアのとことそのピンクのとこがすごいくっきり分かれてたんだけど、今1週間ぐらい経ったらうまくこう、なんだろう、馴染んでミックスしてる感じになりました。でちょっと生えてきたので1週間だったよ。ここら辺がもうちょっと黒いんだけど、それはまあ別にいいとして、これは結構気に入ってるんですけど。というわけで今日は実は前回ブリーチ終わった時にもう次は黄色みを抜く、青みをこう足すみたいな、そのトーンを入れていこうと思って、これを買って準備してたんですけど、これウェラのパーマネントリキッドヘアトーナー、カラーチャームってやつの T の11番と T の18番っていう色で、 T の11、これはライテストベージュブロンド、一番明るいトーンのベージュブロンド、もう一個が T18 番、ライテストアッシュブロンド、一番明るいアッシュブロンドの色。 YouTube とかでアジア系の人、結構髪の色素が強い感じの人で、結構暗めなトーンからほぼ白ぐらい のブロンドにした人のビデオを見てたら、このウェラのこの T11、T18、 これを使ってる人がすごい多かったので、すごいレビューも良かったし綺麗に染まってたので、それを使ってみようと思ってこの2つを買いました。で、前回終わった時によし次はこれって思ってたんだけど、今見たらやっぱりまだもうちょっと色素抜いてからこれ入れたいなと思うので、昨日もう一回ブリーチ剤を買って、このまたこの前使ったパウダー状のブリーチ、これ1個で 4.6 ドルぐらいなんですけど、これで今日再度もう最後のブリーチHopefully 最後のブリーチを今日これでして、多分明日か明後日にさっきのウェラでトーンを入れていきたいと思うので、やっとラストスパートになってきました。もう何回ブリーチしたっけ?家で多分ブリーチ4回ぐらいしたよね。4回目かな?今日で。多分今日で4回目。この髪のダメージ度なんですけど、なんかね、思ったより傷んでない気がする。見えるかな?枝毛とかもないし、枝毛はないね。なんか、早速ブリーチをしたいと思います。
豚肉料理してます。今髪にブリーチ剤を塗り終わったので、今から1時間半ぐらいかな、待とうと思います。もう経験から言って1時間半ぐらい待たないと、あの目に見える変化がないってことが分かったので1時間半ぐらい置こうと思います。ではまた後で。今1時間20分ぐらい、どこだろう、そんなに変わってるかな。とりあえず今から一回シャワーで流してこようと思います。明るすぎ。今髪を乾かしました。こんな感じです。ブリーチしたての時は、した直後はいつも黄色っぽく見えるんだけど、多分今回のブリーチで明るさは結構明るくなったかなと思います。でなんかやっぱ何回もしてるから、まだらがちょっと少なくなってきて、全体的にグラデーションみたいになって馴染んできた気がする。もう明日か明後日にあのさっき見せたウエラのトーナーを入れようと思うので、この色はもしかしたらもう今しか見れないかもしれない。というわけで、明日か明後日トーナーを入れるので、またその時お会いしましょう。じゃあね。昨日ブリーチをして、これが翌日です。こんな感じで、上の方は割ともう白に近いブロンドになったけど、下の方、前染めてたところはピンクオレンジっぽい明るいブロンドって感じかな。今からトーナーを使って青みを入れて、この黄色みを消す作業をしてみたいと思いますいつものようにこのバセリンをおでことか生え際とかこの耳周りにも塗ってあります。今日使うのはこの2つ、ウェラのカラーチャームトーナーですね。 T11 番と T18 番の2色。 T18 だけでも十分黄色みをあの落とす効果はあるみたいなんですけど、せっかく T11 も買ったので T18 と T11 を半分ずつぐらいミックスして入れてみようかなと思います。でこれどっちも2パッケージずつ買ってるので、もしこれだとこれ足りなくなったらそっちを使いたいと思います。ブリーチと同じようにデベロッパーっていうのと混ぜないといけないので、比率はトーナーが1でデベロッパーが2。今からそれを調合していきたいと思います。トーナーの使い方、まず髪を濡らさなきゃいけないんだ。髪を濡らしてから30分置いてください。マックスで30分だから30分以上置かない方がいい。じゃあ初めに髪を濡らしていきます。じゃあ早速、まず初めに T18 番、これをパッケージ丸々全部入れちゃいます。そしたら、うわこれ結構匂いがすごい。これ1本に対してデベロッパー、これ2本分、先にデベロッパーを入れちゃいます。これはデベロッパーね。20% ブルートーンのデベロッパーを使います。これを、わこれ結構匂いがすごいよ。薬品の匂い、なんかちょっと鼻に悪そうな。あ、とりあえず2杯分入れます。続いて T の11番ライテストベージュブロンド、これも入れちゃいます。そして同じようにデベロッパーを足していきます。やばい、溢れそう。かき混ぜた後です。なんかすっごいクリーム状のデベロッパーだったので、結構トロトロしてめっちゃブルーだけど大丈夫かな。とりあえずこれを今から塗っていきたいと思います。塗り終わってちょっと置いてるとこです。見えるかな、紫っぽくなってる。なんか黄色みを取るトーナーだったから紫っぽくなるのはまあ理解できるけど、出来上がりはどんなになるんだろう。ちょっと今から30分ぐらい置いて、また髪洗ってから戻ってきます。
こんにちは、アズです。 I'm back from the first session today. And wow, it looks like a silverish, little patchy, purplish, gray kind of color. Still has like little yellowy or pinky, I should say, patchiness, you see? So like I'm gonna apply the rest of toner liquid thing that I made.Still left something, so like I'm gonna just use it all right now. Just apply where I see the patchiness after leaving for like 30 minutes. I'm gonna wash it off and then I'm gonna come back. 結構グレーっぽい感じで、私は好き。結構クールトーンな感じになったかな。でもこの頭らへんピンクっぽい、でピンクベージュみたいな、ピンクベージュみたいな、さっき初めにつけた液がちょっと残ってるので、あんまり液を置くの良くないって聞くんだけど、ちゃちゃっと今から残りの液を全部塗っちゃって、30分ぐらい置いてまた洗って持ってこようと思います。 Let's see how it's gonna be。 こんな感じになりました。見えるかな。ちょっとライティングがあれだから分かりにくいかも。若干まだ黄色、オレンジ、ピンク目は残ってるけど、でもだいぶ全体的に見たらクールトーンになりました。結構ね、まだらがあるけど、でもそれもそれで別にハイライトとかローライト的な感じで私は気に入ってますまた何日か経ったら全体的に馴染んで見え方が変わると思うので、また何日か後にお見せしたいと思います。じゃあねー。 I know that you feel Can't you see the fallLook into your eyes, I can't find you. I don't know what happened to the girl I knew. When there was a light that would shine through, nothing could be wrong.